皆さんこんにちは、神谷総平です。今回は CGS のまとめページがリニューアルされましたので、そちらの方をご案内したいと思います。 CGS は2013年に番組を配信してからもう合計ですね3000本以上の動画をアップしてきました。それぞれのカテゴリーに分けて今まで表示するということをしてませんでしたので、一個一個見ていくのが大変だということ、それから番組の内容を見ないとですねどういった概要かわからないというような声をいただいておりましたので、今回はそれぞれのジャンルに分けて、またそれぞれの先生方の講義をですね解説したページもつけて動画の一覧を作っております。リンクはですね説明欄の方に貼ってありますので、そちらの方から飛んでいただいて、ぜひ CGS の番組過去のものから遡ってご覧いただければというふうに思います。CGS をご覧の皆様こんにちは、神谷総平です。本日も日本人を考えるお送りしていきたいと思います。はい、講師は表弘明先生です。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回ですね、また賛否あるかもしれませんけど、日本の危機の話なんかをね、はい、日本国内の話にとどまらず、はい、世界全体で起こってきた、我々の先祖の歩みであるというふうに捉えてみて、見ると、いろんなことがこう考えられるんじゃないかという、仮説のお話を、していただきましたけど、今日はですねちょっと宗教について、前回大本教の話なんかもちょっと出たんですけれども、宗教っていうものが今ある意味人間を、心救ってる部分もあれば、争いを生んでるところもあってですね、宗教というものもちょっと考えないといけないんじゃないかなというところなんですけれども、今日の切り口として、神道は僕宗教じゃないと思ってるんで、となると日本に古くから伝わってるものっていうのは仏教なのかなということに思うんですけど、仏教について思う先生はどういうふうに捉えておられるか。仏教というのが2500年前にできたんですね。釈迦は2500年前に生まれたということですから、ということは神武天皇の歴史の方が古いわけです ね、 そうですね。ということは信仰宗教ちゃうのというような話になるわけですよね。これは我々主権道をずっとやってる人間はそうなんですけど、主権道も宗教と言わないです。あれは実習して実験するって書くんです。ですから生活様式って僕らは言ってるんです。古神道もそう、で神道っていう名前がなんか明確に突き出したのも、正直言って明治以降、復古神道とか言った頃はその神道という宗教のことを言ってたわけじゃないんです。今宗教法人ですから全部。ですからね、その宗教というもの自体の考え方ももう一回ここで改革しておきたいの、わけですけど、もう宗っていう宗ですよね、名前総平の宗、そうですね、あれは元の元という意味なんです、元の元を教えるって書いてあるのが宗教なんです。オウム真理教って言ってないんです、それは何かというと、要するに新興宗教みたいなことを全部宗教というふうに、それが宗教というふうに勝手にイメージしてるのをまずやめないといけない、でだって宗教の話できない、宗教で揉めるいうのは何が揉めるかというと、そのいろいろ教派の中で、私が正しいという正しいを振りかざし出したら揉めるんです、どっちも正しいから、どっちから見てるかで、山をこっちから見てるかこっちから見てるかだけど、頂上登ったら一緒なんです、でそういうふうなかなりまろやかな考え方を持てるようになるためには、時間かかるんですね、ですから古い民族である日本、今の日本の、日本人たちは、本当はそういう寛容性を持ってるはずなんです。実際そうですよね、いろんな、それ今今日仏教の話を今してますけど、いろんな宗教入ってくるわけでしょ、それでもなんとなく宗教戦争してないでしょ、日本の中でいろんな宗教あるけど、とりあえずなんとなく喧嘩せずやってますよね、でこれを見習ったらいいわけですね、逆に言ったら、ですからそう考えると、宗教っていうものが実際に日本で根付いてるのかというと、実は宗教ってないんじゃないのと、日本の中ではもっと古いから、宗教と言われる以前のものが日本には生活様式として残っている、でさっき言った仏教が入ってきた、5世紀か6世紀ぐらいに仏教が入ってきたという、ブッダの教えが入ってきたというのは、実はもっとうんと後じゃないのかと、もともとは例えば、マニ教が入ってきた、聖徳太子の時にはマニ教じゃなかったかと言われてますね、それからヒンドゥー、なんかバラモン、仏教なかった頃はそれなんです、でそれは古代神教で、日本の古典神道と同じように矢をよろずなんです、一神教じゃないんです、教祖とかないんです、でそうすると生活様式としてそういうものが入ってきている。ですから主権道の中にもヒンドゥー系の主権とかね、吉備に行くとヒンドゥー系の主権なんです、で全部それぞれ色が入ってきたものによって色が少し違うんですね、主権道って一言で言いますけど全然違うんです。でもう一つ主権道は重要なのは、
本尊が弥勒なんですね。弥勒の世にって、あの大本教のことも言いましたけど、それ何のことなんかっていうと、そもそも仏教伝来やったら修験道でも釈迦末とかなあかんでしょ。弥勒なんです本尊は。ということはマニキョなんですよ。マニキョを通して入ってきた、だから弥勒なんですね。だから弥勒の世っていうのは、全てが世界があの喜び光り輝いて生きれる世の中を作るというのは弥勒の世なんです。ですからそうすると仏教伝来というふうに歴史上学校で習った歴史上言ってるのは、実は仏教伝来っていつしたのというような話になってくると思うんです、はい、ね、ですから仏教については今仏教的になってきているという主見道もありますけど、もともとは、もっと古代の教え、生活様式、そういうものが日本に入ってきて、そして仏教というのは、まあ、むしろ新しい教えであったと、うん、はい、でもう一つ言うとね、仏教はあの日本からね行ってるんじゃないかという話、ちょっと僕これしたことあると思うんですけど、九上文書というね、はい、文書の中には、月読みの子孫、月子族、はい、うん、で向こうインド月子国って言ったんです、はいはい、でそこについた坂一族という釈迦族というのは、これ海洋民族なんです、はい、でそれからその釈迦族から出てきたのが釈迦なんですほんなら日本の月読みから行って向こうを、ね、道徳的に白示して、でまたその教えがこっち帰ってきてんねやろというのが古典神道の教えなんです、うん、これちょっと衝撃的かもしれませんけど、九上文書には月読みの系図があります、はい、で月読みの系図には釈迦が出てきます、うん、まあ、お釈迦様って釈迦族の王子だから釈迦って言われて、ね、そうそうそう、ゴータマシッダールタですからね、そうそうそう、はい、名前は釈迦族って書いてあるんですけど、まあ 釈迦族のことですね、はいはい、海洋民族です、うん、で熊野から行ってるらしい、ほうまあね、だから日本にお釈迦様来てたって、あのゴータマシッダールタ来てたというような話もありますし、ね、まあ、いうか釈迦族ね、うん、だから歴代釈迦族の中でその悟りし者、いわゆるアバルキティシュバラーって向こうで言うんですけど、それが出た時は釈迦になるんやと思ったらいっぱいおっていうわけでしょ、うん、釈迦という、はい、次の釈迦、次の釈迦、次のモーゼみたいなもんですよね、うん、というような形で教えを説いてきたもので、海外に、まあ、今で言う海外に教えに出した王子たちを出したのが月読みの系統なんです、はい、だから夜のオス国を白示せって言われてからもう危機神話に出てこない、ね、あの月読みだけは、うん、そうですね、どこ行ってんやと、はい、インド行ってんというような感じなんですね。なんかトルコの方に行ったっていう話を僕も聞いたことある、うん、まあ、だからまあ全部インドやったんです。ああ、そうかそうか、言ったでしょ、うんうんうん、旧約聖書の地図で見ると、はい、アメリカまでインドなんですよ、うん、イタリア行ってバチカン の中入ってね、でずっと地図がありますわ。大航海時代なんて ものすごい地図があってね、マルコポーロなんか新しいんですよ、はい、ほんでインドなんですよ、うん、アメリカが。びっくりするでしょ、はい、インディアンって言うでしょ、うん、インドやから。あインドやんという。で僕はコロンブスの勘違いじゃないと。うん、いや僕この間イタリアで聞いた、うん。だからインディアンって言うでしょって、アメリカ大陸。うん、誰が住んどったんって、別にトランプが住んどったんちゃうからね。その白人なんかおれへんからね、うん。インディアンなんですよ。インドやからのインディアンなんです。うん、アジア全部インドやったんです。うん、嘘みたいな話でしょ。はい、だからトルコって言うけどまさに、まあ、インド言われたんだよね。はい、だからそっち行ったんですね。うん、月読みの一族は。はい、ですから王家は世界中つながっているという話につながるわけです、うん、まあこれ衝撃的な話ですけど、また古典文書を読んでください、はいはい、どういうものをなんかこう僕らって現在読めるんでしょうね、うん、今九上文書です。九上文書は、まあ、全部じゃないですけど売ってますわ、うん、それは手に入れれます。今も全部アマゾンで買えますでしょ、はい、だからもう本当にね、ラグの僕らが言ってることも全部 100% じゃない。しかしそういうものはもう手に入るから、言ったやつを Google で探したらまた出てくるしね、はい、今はそんな時代やからもうみんなが勉強できる、うん、でもそれが嘘やろって言うてもまんざら嘘でもないんですよ、系図とか残ってるわけですよね、うん、これ嘘って言えないと思うんです、うん、でもうちょっとしたらまた初めを衝撃的なことになってもまたみんながだんだんついてこれるようになります、うん、それ読んだらいいんですよ。だから九上文書には系図があるから、月読みの、はいね、でそしたら仏教のこと、仏教ってそのインドから出てこっち来たんやろ、いつ来たんやという話になるでしょ、うん、違う月読みから行ってんねんという話をしたわけほんならこっちから行ってるでしょ、うん、そういうことなんです、うん、
まあだからね、宗教は大元のもとっていう話でしたけど、まあ仏教もね、あれすると結局宇宙とは何ぞやとか、人間とは何ぞやというところから、我々はどう生きていくべきなのかみたいな、そういうことですもんね。で我々の運と、その縄文時代ね、初めの話にも、うん、縄文時代の先祖たちはそれを知ってて、はい、その教えを一生懸命子孫に伝えた、うん、その王宮の中の子孫たちの中で月読みという、まあ、兄弟の中からお前はインド行けと、うん、お前言うて、で世界にこの地球ができた時からの成り立ち、うん、人類はどう生きるべきか、何をなすべきなのかいうのを伝えていったものが後の宗教となるわけですよね、うん、はい、だから生活様式なんですよ、うん、なんか先生言うとね、それこそあの、アラハも、ヤハベも、一緒、あの逆さまに向けたら同じようにあの読めるんですって。あのイスラム語で読むか、うん、あのユダヤのヘブライ語で読むかだけの話なんですって、うん、それを見つけていってる先生がね、今ちょっと有名なって言ってる相馬先生という人がいるでしょ、はい、学術者ですから、学術でちゃんと揃えていって、うん、博物館に行くとそれがあるんですけども、はい、気がつかないんですよ、うん、だから、まあ、あの今学術的に分かってきてるのは、卍と十字架と全部違うやろ、それ仏教は卍やろと、でキリスト教は十字やろと、ほななんで薩摩は丸二十の字やねんとか言ってくると、これ全部ね、あの象形的にね、宇宙を表してるということで、どこにもあるんです、はい、だからキリスト教のところにも卍あるんです、うん、で仏教でっていうふうに頭で勝手にくくってしまってるからなんです、はい、ね、うん、だから仏教ができて、まあできたとするならば2500年前に釈迦という人物が出て仏教を作ったけれども、そこから500年後にイエス・キリストっていうのが生まれてるわけです、うん、でイエス・キリストは仏教を学びたかったんです、はい、これ事実なんです、うん、でもどっか消えた何年間かがあるんですが、日本に来てたんちゃうかっていう話もあるんですけど、うんうんね、別に海はどこでも続いてんねんから行ったらいいわけですよね、うんはい、でそういうようなことを我々もずっとお話をしてきましたけども、うんね、あのかなりの遠方までと私たちが思ってるところまで行ってますよ、うん、エジプトから行った海洋民族はエブス人って、それがエベスさんになったっていう話もそうでしょ、はいうん、それも結局たどり着いてるわけですよね、はい、だからそういうことを視野に入れて考えていくと、もう世界というのはだんだんと身近になってくる、うん、私たちの先祖から言ってるんですよ、はい、月読みから言って、うん、釈迦と月読みつながってんのかとか言うて、まあ、つながってるんです、うん、はい、ありがとうございます、はい、まあね、前回はあの古事記の話を少し皮切りになって、今回あの宗教というものを一つ皮切りに考えた時に、はい、まあ、その宗教が違うからとかって言ってもう分けていくんではなくて、もともとは一つだったものが、そうどんどんそれこそ今の国の同じようにね、分化していって、元の元を教えるって書いてあるねんから、うん、どっかで切るからあかんのですよ、元の元へ戻ったら一向に決まってるじゃないですか、うん、そういうことをやっぱり理解できてないっていうのが、はい、まあ悪いと言うたらあかんのでね、うん、記憶喪失なんです、はい、思い出したらいいんです、うん、はい、はい、ということで今日まとめたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。